今日の試合会場は気持ちのいい天気に恵まれました。実況は私西岡明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしています。生放送でお送りする明治安田生命 J1 リーグの一戦、湘南ベルマーレが松本山雅と戦います。なかなか面白いカードになりましたね。どちらのチームもいかにして主導権を取るか考えているでしょう。まずは序盤の作戦に注目していきましょう。本日のホームチームはどう見ますか？チームは今シーズン素晴らしいパフォーマンスを見せています。リーグ中位グループへのランクアップを目標にし、ここまでは期待以上の結果を出してきました。ファンの興奮も高まる一方ですね。さあ試合開始、まずは湘南ベルマーレのキックオフです。マークを振り切った。ホームチームの先発メンバーはご覧の通りです。攻撃的な 3-4-3 です。守備のリスクは大きくなり、来たか、これはナイスインターセプト。何、決まるか。ボールはバーの上を越えました。ボールを運びゴールに襲いかかります。このプレーはオフサイドです。ドリブルで果敢に攻め込みます。クロスがゴール前、いいクロスでしたが惜しくも合いません。このピンチはクリアでしのぎます。ボールは相手に渡りました。何をしてくるのか。入った、先制点。早くもスコアに動きがありました。ちょっとスペースを与えすぎでしょう。ディフェンス側はタックルしてでも止めるべきでしたね。ゲーム開始から13分、ゴールが生まれています。ゴール前、期待も高まります。これはよく見ていた。続いています。クリアしました。コーナーになります。さあボールを蹴った。ちょっとクリアが小さいか。サイドにスペースがあります。サイドから中央を見る。クロスは中の味方に届かず、クリアしてピンチをしのぎます。選手たちは今頃気合が入っている頃でしょう。ねえ、もちろんですよ。スペースに見事なスルーパス、見事なセーブ、ピンチを救います。絶好のチャンスだったんですが決められませんでした。リードしているとはいえ、ここで2点差にしておけばかなり楽になったんですけどね。素晴らしいスルーパス、狙える位置です。いいパスだ。チャンス、決まった。ボールを積極的に取りに行っていましたから、チーム全体の動きも良かったと思います。ボールを奪い返してから見事に決めましたね。このゴールはクロスバーをかすめて入りました。狙っていたならすごいゴールですね。あれはキーパーも止められませんよ。
スルーパスを通しません。これはチームを救うプレーでしょう。相手に渡ります。ドリブルで敵陣へ、もボールをキープして自ら勝負します。ここはゴールならず、強いシュートが外れました。精度の方が大事だったと思います。思い切り打つことはなかったんじゃないでしょうか。ここはよくスペースが見えていました。攻撃はここまで。いいカットです。ボールを奪いました。相手ボールになりました。目の前にスペースがあるようです。打っていった。キーパー反応した。ボールを弾く。ゴール前に入れた。見事なセーブ。入れさせない。山田直樹。前半終了です。スコアは2対。後半戦キックオフ。ハーフタイムに監督から何か指示が出ているでしょうか。戦術の変更にも注目です。湘南の攻撃です。クロスを中央に入れた。ここから狙うのか。狙った。ボールがゴールに吸い込まれた。こんな近くで持たれたらなすすめなしでしょう。今日2つ目のゴールを決めました。止まりません。この試合に関しては力の差が出てしまっています。ボールを奪われました。仕掛けてくるのか。いいところへ出した。キーパー弾く。中に入れた。ヘディングは枠に行きません。ディフェンスがいたので自由にさせてもらえませんでしたね。これは見事なインターセプト。さあどうする。ボレーシュートです。ゴール3点目のゴールはハットトリックとなりました。鮮やかなハットトリック。全く止まりません。攻撃の中心ですね。今日はどれだけ取るんでしょうか。諦めずに得点も狙ってほしいですね。うまく読んだインターセプト。何を狙うのか。チャンスにできるか。オフサイド。オフサイドです。ボールは相手に渡ります。何をしてくるのか。これはあるぞ。このシュートは惜しくも入りません。流し込むだけでよかったと思うんですが、ちょっと強すぎましたね。このパスは読んでいました。ここはよくスペースが見えていました。前のスペースを狙う。ゴール！ゴール！
リプレイをご覧ください。キーパーはボールに触っていますが止められませんでした。シュートが強烈でしたね。別の角度からご覧ください。チーム力の差が出てしまっているということでしょうか。パウリーニョ、浦田信久、セルジーニョ、何かしてきそうですが、あっとボールを奪われます。サイドに展開します。ここからどうするのか。クロスを狙ってきますか。キャッチできません。ボールがこぼれた。いい位置です。打ってきた。ナイスシュート。ゴール決まった。キーパーは触ってますね。もう少しでファインセーブでした。大量リードを許した状態で再びキックオフです。うまく読んでいましたね。仕掛けてくるのか。ここで大きく前に出します。狙える位置です。キーパーファインセーブ。あの距離からのシュートをよく止めましたよね。ボールはエリアへ。相手ボールになります。ここはカウンターのチャンス。カウンターから決まるかと思いましたがボールを失いました。岩上雄三、いい形でゴール前まで持ってきました。いいボールを送りたい。このチャレンジは失敗でした。カードが出るでしょうか。イエローが出ました。少し抗議していますね。ボールはボックス内へ。これはポストだ。走り込んだ味方にスルーパス。最高のボールが出た。見事な弧を描きましたね。完璧です。この得点差を考えると選手も流し始めるのかと思いましたが貪欲にゴールを狙っていますね。プロらしい姿勢だと思います。試合終了のホイッスルです。